FCI ニュースキャッチをご覧の皆様、奥田民生と申します。先日ミュージシャンの奥田民生さんがロサンゼルスで行われたイベントに登場。今日は自身初となるアメリカでのパフォーマンスを行った奥田さんの単独インタビューをお届けします。全米から集まったドラマーがその腕を競い合うドラムコンテスト、ギターセンタードラムオフ。先日その決勝戦がロサンゼルスで行われ、ニューヨーク出身のシャリーク・タッカーさんが優勝しました。この大会のスペシャルゲストとして登場したのは奥田民生さん。奥田さんがギターを務めるアメリカのロックバンドザ・バーブスとしてパフォーマンスを行いました。奥田民生さんは1987年、バンドブームを巻き起こしたロックバンドユニコーンのボーカルとしてデビュー。一度解散したものの再結成し、今も活動中。その傍らソロ活動や他のミュージシャンとのコラボレーション、またパフィーのプロデュースなどを行い、2010年にはエリック・クラプトンのツアーメンバーとして知られるスティーブ・ジョーダン率いるザ・バーブスに正式加入。さまざまな場面で活躍しています。この日は奥田さんにとってはもちろん、バンドとしても初のアメリカでのステージ、全5曲を披露しました。演奏の前にザ・バーブスのメンバーとともに奥田さんに単独インタビュー。バンドについて、そしてアメリカ初のステージについて伺いました。今時のそのすごいこう大きな音とかそういうんではなくて、自然な感じというか、そんな印象がありますけど。We just do what we're good at. I love the melodies. I love the playing, the solos. Everything is very melodic and natural.そもそも日本で活動する奥田さんがメンバーになった経緯を聞くと、I was arranging for recording contract in Japan for the Verbs, and we had some interviews set up, and Tamio interviewed me for a big rock magazine, so that was the beginning, and then afterWe played, then I said, could you join the band? Would you be official member of the band? So I kidnapped him and asked him to join the band, and he said he would. So, and I know, of course, he's a superstar, so he's very busy, and he has Unicorn and this and that, and everybody. So, can you, so he said yes. So, okay.そんな奥田さんにとってアメリカでの初ステージとは、ギタリストなので、バーブスではね、歌わなくていいっていうのが一番その緊張しないでいいところなんですよ。やっぱなんかもしこれ僕例えば自分の曲を歌うんだったら、アメリカでなんかやることはちょっとこうなんていうんですかね、ちょっと緊張したりするかもしれないんですけど、歌わないでいいんで、なんか全然その一言のような緊張とかしてないですよね。アメリカの印象について聞きました。音楽の上ではすごいやっぱ好きな音楽が多いですし、そのなんていうんですかね、その音楽の浸透度といいますか、みんな音楽が好きだなっていう印象が、日本よりそれが強い感じがしますね。例えばまあそのバンドやってたり音楽楽器演奏してる人じゃなくても、基本音楽をね、まあ、愛してる感じがすごいするといいますか、まだその知らない
僕の知らないその、まあ、音楽というかこうグルーヴというかそういうのもありますんで、来て何かをやるたびに発見があったりとか、勉強になってはいますね。さまざまな形で活躍している奥田さん、中でも一番好きなことを聞いてみると、いや、やっぱり楽器を弾いてたりすることが一番楽しい瞬間なので、その楽器もまあいろいろね、ギターでもベースでもドラムでも好きなんですけど、まあ、何かの形でそのバンドみたいなものにこう加わって、なんかこうみんなと演奏したりするのがまあ好きですね、はい。一人だとやっぱりその自分で全部決めなきゃいけなかったり、その、まあ、面倒くさいことが割と多いんですよ。楽しいことよりもなんかそのそっちの方が多かったりするんですけど、コラボっていうと、まあ、例えばまあ2人こう誰かとコラボするってすると、お互いがお互いのせいにできるんで、どっちのせいでもないみたいな、まあまあそのいろんな作業が進んだりとかするんで、すごいそのリラックスできるというんですかね。あんまりだから自分でなんか決めたくないですか。とてもマイペース。今後の活動について聞きました。特に計画はしてないんですが、まあ、今年50歳になるということで、今年はなんかそういうイベントがありそうで、しょうがないからやるんですけど、はい、まあ毎年何かしらいろいろことをやってるんで、また今年もそれは引き続きやるとは思います。今回、ロサンゼルスの方でちょっとお世話になっておりまして、はい、まあ。演奏するのが初めてということで、ちゃんとビザ取ってまいりました。またこれからも、こういう機会がもしあった際は、ぜひもしよろしければ皆さんもお越しいただけたらなと思います。今後ともよろしくお願いします。